では始めますね今日恋愛心理学講座で「甘えられないあなたのために」で今日は恋愛心理学講座なので、まあ、例え話としてよく出てくるのは恋愛において、まあ、女性が男性に甘えられないっていうパターンでお話しすることが多いと思うんですけれどもこれはあの恋愛に限らずだと思ってもらったらいいです。 男性も会社で先輩に甘えられないっていうことだってあるだろうし男性もおに帰って奥さんに甘えられないとかもあるでしょうし女性も彼に甘えられないとかだけじゃなくて家族だったりとか友達に甘えられない会社で甘えられないって同じようにあると思うんですねで、えー、ほぼ、えー、原因は一緒だと思っていただいたらいいですただ例としてお話しするのは恋愛で起こることっていうのが多いかなって思ってもらったらいいです でまあ恋愛でいうと彼に女性側からすると彼に甘えられたらいいだろうなって思う女性は山のようにいらっしゃるんだけれどもそれが上手にできる人っていうのはまあ本当に恋愛上手で男性とうまくいくカップルになる確率が高いっていうのはあるんですけど上手に甘えられない女性っていうのは恋愛でとっても苦労されるんですね。 でこの甘えられないにもまあ大きく分けて2パターンあります二パターンでまず一つがまあ自己価値が低い私なんてっていうパターンを持ってる人これもさっき言ったみたいに恋愛以外でも置き換えてくださいよ俺なんてっていうのも一緒私なんて俺なんてって言って自分の価値が低いとこんな自分が 誰かに甘えると迷惑をかけちゃうんじゃないかっていう恐れを持って甘えられないっていうのがまず一つ目のパターンね。でこれはまあまあそんなに多くないと思うんです。甘えられなくて悩んでる人の中ではね。でもう一つのパターンで圧倒的に多いのが、えー、いわゆる自立しすぎて一、えー、人で何でもやりすぎて人に頼るっていうことが恥のような。 負けたような感じになって甘えられないっていうのが圧倒的に多いんですねどっちかというとあの自己価値が低い人っていうのはどっちがいいとか悪いとかないでしょ依存側なんですね私は価値が低いから一人では何もできないから面倒を見てほしいのよっていう依存側の基本スタイルはあるんです甘えたい欲求っていうのはとても持ってるんだけれども 自己価値が低いから迷惑をかけるんじゃないか嫌われるんじゃないかって言って甘えられないで、えー、自立しすぎた人っていうのは一人ではできるんでね助けててももらわななくても大丈夫なんですでだから甘えるっていうことをするっていうことは恥、えー、とっても恥ずかしいことだとか自立しているので、えー、相手の人と競争負けたような感じがするから 甘えられない自分の弱みを見せるようで甘えられないっていう発想になるんですよね自立がいいとか、えー、依存が悪いとかそういう話じゃないですだって、えー、大体大きく分けるとこの2パターンがありますよっていうことねで今回もいらっしゃるけれどもこういう講座に来ていただける女性っていうのはまあ大体自立側であることが多いんですね できたら自分で全部やりたいっていうタイプかなあって思うんですよね。で、そうするとこう。いろんな問題出てくるし、恋愛で言われたことないですかね。君は僕がいなくてもやっていけるよ。とか、あとは素直じゃないね。とか、もっと本音を言えよ。とかそういうことを言われる。女性がこの甘え、下手自立で甘えべたっていうのが多いかなって感じっていう風に思っといてもらったらいいかな,なんで。 自己価値が低いと何で依存側になるかっていうとこの私はる体制を万全でで整ってるんですよ私はもう力がなくて無力なので、えー、誰かに面倒を見てもらわなくちゃいけないっていうスタンスではあるんだけれどもこんな私が甘えるのは迷惑になるって自己価値が低い分そう思うんでその準備ができている平気で言える。 ベースはあるっていうところなんです弱い自分は晒すことはできるただ迷惑になるんじゃないかっていう恐れがあってできないだからベースができている時点で「依存」なのねわかるわかるわかるここまでわかる甘えるっていうことを別に恥だとは思ってないただ迷惑をかけることだって思ってるからこっちは依存側になるんだけれども自立側っていうのは恥負け っててていう発想が出てきてるので、まあ、女性の皆さんはまあ特に自分はどっちの発想が出てきてるかなって考えてもらうといいかなで男性も社会で甘えられない時に自分はどっちの感覚があるかなって思ってもらえるといいかな迷惑をかけるとかこんな俺がって思ってるか負けるって思ってるか弱みを見せるようだと思っているんだとしたら自立側の問題。 で迷惑をかけるとかこんな俺がって思っているんであれば依存側の問題があって甘えられないんだと思ってくださいね、まあ、くれぐれも言っときますがどっちがいいっていうことではないですからねじゃあそもそも甘えるって何かっていうことなんだけれども要はですね人をあてにする信頼する委ねる人にっていうことなんですねでもうちょっと言うと面倒を見てもらうお世話してもらう これも甘えるっていうことなの、ね、で面倒を見てもらうお世話してもらうってこの発想に抵抗感が出てくる人っていうのは自立側の人だだと思ってくださいもう面倒を見てもらうなんてまっぴらごめんで1人でやっていきますっていうのが自立の人なのでねだから「甘えたらいいですよ」っていうお話をするとものすごくいい拒絶反応を示される方は。 甘えるっていうことは面倒を見てもらうと思ってるんですよそれだけだって思ってるのお世話してもらう面倒を見てもらうって思ってるからで抵抗するんだけれどもそういう時にちょっと別の発想をしてほしいんですけど甘えるっていうのは人に委ねる頼るまあ、人を信頼する人を当てにすることでもあるっていうのを覚えておいてほしいんですね何もなんだろうちっちゃい子供がお父さんに甘える抱っこしてとかあれ買ってこれ買って ハグハグしてこれだけが甘えるっていうことじゃないんですよでも発想的に皆さん甘えるって言うとそういうことだと思ってるんですよあのプレゼントを買ってもらうとかすごい面倒を見てもらうこととかでそれだけが甘えると思ってるけれども委ねる信頼する当てにするこれはもう甘えるってことなんですねで、まあ、今日は特にこの自立系の人のお話をメインでしていきたいんですよね 自立系によって甘えられない人一人でやっていくっていう人、えー、そうすると甘えるっていうことに抵抗感を持ったとしたら面倒を見てもらうこと、えー、迷惑をかけるとかそういうことではなく、えー、委ねることなんだと思ってください相手を当てにすることだから自立系で人に甘えられないっていう人は言い換えるとですね人を全く信頼していないっていうことになるのね 人を当てにしていない信頼してていない、い、え、い、ー、なな信頼人に委ねるっていうことができていないっていう、まあまあ、ち,ょっとちょっと失礼じゃないのっていうことなんだよねここをちょっと抑えてておいて欲しいしんですよ。よ。覚えてておいて欲しいしんですよここですすここごい抵抗感が皆さん出てきて甘えるっていうのはできませんっておっしゃる人が非常に多いのでそれは抱っこしてもらうことでもおんぶしてもらうことでもプレゼントをもらうことでもないですよ相手に人生を委ねることですよっていうふうに思ってほしい。 相手に判断を委ねたり信頼して何かの決断を任せたりとか例えばデート行くのにも事実系の人っていうのはもう自分で決めたがるんだよね。私がデートを先を決める ということをやりたがるんだけどあなたが決めてってこれ何で言えないかって言うとねねられなないんですよ、ね、でなんとか決めてほしいと思うから言うんだけど言ったところで相手が言ったのが気に入らないのが自立なの自分のやり方っていうのがあるのが自立の人だからでも「君が決めて」って言ったじゃないかって「いやそりゃそうだけどあなたの提案は私にはもう信じられないそんなものが面白いなんて思えないわ」って突き返しちゃうのでこれは頼めてない全く信頼してないっていうこと。 かかかる分かるるこれは分かるだからそこをちょっと抑えといてほしい委ねること信頼すること自立で甘えられない人は人のことを信頼していないんだとちょっと自覚をしていただきたいんですね。 例えばそうだな甘えるっていろいろあってさっきも言ったみたいに彼にプレゼント買ってもらうとか重い荷物を持ってもらうとかさ、えー、あとなんだろうなんか辛いこと悲しいことっていうのをお話しして聞いてもらうとか慰めてもらうとかそういうことをすごくイメージしやすいんだけれどもそうするとすごい自分の弱いところ自分で欲しいものを買えないんだとか。 これぐらいの荷物も持てないんだとか、そういうことで悲しくって泣く人なんだって自分の弱点を晒すように思うのね。自分の弱点を晒すように思って、えー、彼にこのプレゼント買ってとか、どこどこ行きたいのとか、私は今ちょっと辛いのよっていう弱みを見せるようで話せないっていうのが皆さん多いのね。 でなんで弱みを見せれないかっていうと依存時代っていうのが我々にはあるからその時に傷ついてるから。弱いとところを見られると自立しした人がが依存に戻ってしまうようよな気がするで依存時代っていうのは誰かがいないとやっていけないわけで、えー、ということは誰かに振り回される経験とかね 自分の要望っていうのを聞いてもらえないっていう経験もいっぱいしてきてるの、ね、でその時代に戻っちゃうような気がしてものすごく抵抗感が出てくるっていうのがありますで必ずね男性には甘えなきゃいけないって言ってるんじゃないんですよでもでもでも甘えた方がうまくいく,の行く確率は高かったりしますでなぜかっていうとでずっと甘えてちゃダメだよ ずっと甘えっぱなしはダメだけれどもなぜかというと基本的に基本的に女性よりも男性の方が役に立ちたい願望っていうのは強いんですよねで自立系の女性何でも一人でやっちゃうような女性がいたとしたら男性が何を感じるかっていうと僕は何もできないな役に立てないなっていうことを感じちゃうんですよねなので対応 てあげるって言うとまあ、ちょっと上から目線で何なんですが、甘えるっていうことをしてあげるしてあげることができると、男性も自信を持つことができるんですよね。だから別に絶対甘えなきゃ生きていけませんよって言ってるんじゃなくって。例えば超自立系の何でも一人でやります。っていう女性と、えー、僕は何にもできません。っていう依存系の男性だった。ある意味バランスは取れる。 だって役に立ちたい女性と面倒見てほしい男性っていうバランスは取れるんだけど悲しいかな女性の皆さんはそういう男性をあんまり好きと言わないでしょもっとしっかりしてほしいとかたまに私の面倒を見てよとかそういうのが出てくるんだよねでそこで依存の依存心っていうのが甘えたいっていう女性がの依存心が出てきて男性の依存がすごく強かったとしたらこれはうまくいかなくなっちゃうんですよ だから絶対甘えなきゃいけないわけじゃなくてもう私は死んでも甘えませんっていう人は超依存の甘えてくれる彼っていうのを見つけるとうまくいくそれはうまくいくでもそれが嫌だとおっしゃるのならば自分も甘えられるようになっておくっていうことは大事なんですだから彼にぶら下がって何でもかんでも彼に面倒を見てもらって甘えまくることを推奨してるんではないですからねそそれはそれはでものすすごい問題がありますから 甘えまくるっていうことは彼なしでは生きていけないわけだからそれはもう超依存になっちゃうでもう絶対甘えられないっていう人は超自立だと思ってくださいで甘えられない理由で自立系の人がよくおっしゃるのがいろいろリサーチした結果ねどうして甘えられないのかなっていうお話をするとまず一番最初に出てくるのがそもそも甘えるっていうことが分かりませんそもそもどういうことですかっていうのが出てくる でこれはもう自分の中から人を頼るあてにするっていうことをう削除しちゃってるような状態ね長自律の人だから「甘える」っていう意味が分かりませんっていうのが返ってくるで次にね、えー「自分が甘える」っていうことをイメージすると想像すると「気持ち悪いです」っていうこの反応も結構いいんですね「私が甘える気持ち悪い」って誰も言ってないんです本人が言うのねこのパターンねで次に 出てくるのが男性に負けるような気がして悔しい競争心があるそしてね最後がまあとってもシンプルですよ「いや自分でできますから」 だから自立なんですね自分でできるからわざわざ人に甘えなくていいですよってこう,こういう発想が出てくる人は自分は自立系ね。で依存側の人っていうのはどうして甘えないのっていうとどういう答えが返ってくるかっていうと嫌われるからとか彼に迷惑をかけるからあとはまあ怖いから怖いからとか私にはそんな価値はないんですよっていうこういう言葉が出てくる。 で、えー、自立系の人が甘えられないのは自分が依存時代に傷ついた経験があるっていうことをさっきちらっと言ったんだけれども我々は全員赤ちゃんからスタートして、えー、当然依存面倒全面的に見てもらうっていう依存時代からスタートするんだけれども、えー、ここでいう依存時代の傷っていうのは何も赤ちゃんんとか子供時代の傷だけでではないんですね私たちはこう社会性を持った生き物なのでいろんな人とこう。 関係性を築いてますよね近所でもそうだし学校でもお友達関係とかできるし会社に行けばね同僚とか上司とかと人間関係ができてきますよねでそれぞれのジャンルで我々は依存時代っていうのを経験するのねでその時代に誰かに頼らないと仕事を覚えられないとか誰かにお世話してもらえないと、えー、学校のルールがわからないとかっていうそういう時代に傷ついた経験っていうのがうずくの甘えようと思うと。 そこで、まあ、要はいっぱい傷ついてきたっていうこと依存時代にいっぱい傷ついてきたっていうことねなのであ今更甘えろって言われると、えー、非常に抵抗感が出てくる依存時代っていうのはここからスタートしていってこっちこの辺が自立でってでこっちは相互依存ですよっていうことなんだけれども自立で甘えられない人っていうのはね、まあ、要はこの辺にいらっしゃるんです位置的に言うともう一人でやりますよ なんでこっち側に寄ってるかっていうと初期の頃だとまだまだあの余力があるんで甘えられなないこと自体が問題になってないんだよ、ね、でも,うもうどん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 甘えられなくて傷ついて傷ついてどうしたらいいんだどうしたらいいんだってどん,どん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 進んできて自立を極めてきた位置がこの辺なんだよね。自自立立を超極めて自立の最終段階。 にに差し掛かった時にもう甘えられないっていう問題として出てくる誰も私を助けてくれないっていう問題として出てきてここで感じるのは、まあ、前も言ったけどデッドゾーンってこう死んだようなもうもういいみたいな絶望だったりとかそういうものをいっぱい感じる1位なんだよねでここでじゃあ甘えることにチャレンジしようってなるとこの時代依存の時代に傷ついたことっていうのがいっぱい出てくる あの時誰かをあてにしたけど、拒否されたとか。そのあの時ってのはいろいろだよ。子供時代だったりとか。まあ、小学校時代、中学校時代、高校、大学で、また社会に入ってもあるだろうし。前の彼っていうことだってあるし。いろんな時代があるんだよね。私が誰かをあてにした時。誰かにお願いした時、拒否されたとか、ひどいことを言われたっていう。あの。 感感覚覚が出てくるいやーな感覚拒否されたーっていうこれは傷でしょ傷ついたっていうこの傷を感じるからいや甘えない一生甘えませんっていうところに続け自立の方に続ける。で今日ご提案したいのがですねえ決してこっちに戻るんじゃないですよもう一回誰かがいないと生きられない世界に戻るんではないですよっていうことだのね。じゃなくって 相互依存って言われる誰かと一緒にっていうところに進みましょうっていうことを皆さんにご説明したいの。自立の人が甘えられないのは依存時代の傷が疼くからですよ。でもちろんカウンセリングとかワークショップなんかでもこの依存時代の傷っていうのを癒していくっていうことはしてますよでもそれももちろん一つの方法です。方法ななんだけれどもこっちがうずいて嫌ならば 辛いのならばわざわざ傷を見なくてもいいんじゃねえのっていう方法もあるんだよねじゃあ自立しちゃってるわけだからこっちに進めばいいじゃん相互依存に進めばいいじゃないかっていうことなのねでここでさっき言った発想が出てくるのここの人が自立を極めた人が相互依存にできいけない理由は傷もあるけれどももう一つの理由は人を当てにしないっていうことなの人を信頼しない。 人だなら傷を一個一個ケアしていくっていうのも方法だけれどももう勇気を出して誰かに信頼誰かを信頼してしまう誰かに委ねてしまうっていうことができた時に相互依存って言って自分も自立してるけれども甘えることもできるっていうところにいけるのね。 だか傷を1個1個癒やすことだけが大事じゃないよっていうことを今日はちょっとお話ししたいんだよね傷を1個1個癒さないと、えー、甘えられないって思っている方がいらっしゃるんだけれども,もちろんそれは方法の一つですそういう方法もありますだから遺存の時代の傷っていうのを1個1個ケアしていってあれは誤解だったんだなそうかそうか私にはまだ力が足りなかっただけだなとか。 でもあの人も都合があったんだなとかいろんなことを理解していって受け入れていって許してっていう手法を一個一個取っていくでそれによって人に甘えるっていうことの抵抗感を減らすっていう方法もあるんだけれども非常に時間がかかるんだよね。で自立を極めたぐらいの人なんであれば行っちゃえばって感じ相互依存に。ただここではものすごい勇気がいるんです勇気度胸。 だって傷がうずくから誰も当てにせずに生きてきたんですよ傷がうずくからね誰も当てにしないって言って生きてきた人がものすごい勇気ですよね清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちで誰かに全権を委ねちゃうわけなんですよね自分の人生の全権を委ねちゃうわけよまあそれ大げさだけどね要はデートの行き先を委ねるわけよでも自立を極めた人はそれすらできないもん 食事をこうどこに食べに行くっていうこともそれすらできなかったりするしあと私ここ,ここに行きたいなっていうことも言えないんだよ。相手,が相手との競争があるからね相手が違う意見になったらどううしようとかっていうのがあるから自分の意見も言えないでたった一人で生きていくっていうことだから誰かを当てにしてその弱いと感じる自分っていうのを表現するこれをやると相互依存っていうところに行けるんです。依存には戻らないよ っていうことこのデッドゾーンで過ごすっていうのはもう最最低最悪の気分でしょで恋愛っていうのは全部最初初期は依存時代から始まってロマンスのの時代っってていうのがあってラブラブで始まるんだよねララブラブで始まって全面的に相手のことも受け入れてるしまあ、自分も全面的に受け入れてもらえるわけでアバターもエクボで何でも可愛いいし何でもかっこいいでしょ。 それがまあロマンスの時代だからね,ねそうやってラブラブしてうまくいってるんだけれどもだ <laughs> んだんだんだん、うん、だって彼だって全面的にね24時間365日私を褒めたたえてくれるわけでもないわけだから、ね、仕事でデート行けませんっていう時だって出てくるわけだからそうすると彼を当てにしませんよもういいわよ私は私で遊ぶわよって自立に入っていくわけなんだよね。 でも彼を一切当てにしませんよってだん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 この自立を極めていっちゃうんだよねでどん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 極めた結果最終このデッドゾーンまで来るんだよねでもういい別れるっていうのが関係性のデッドゾーンなのもうこんな人は当てにしません私は一人でやっていきます、えー、で人を変えようとするのねだからパートナーを変えようとする別れますでもう別の人を探します まあ振られるるっていう場合もあるし関係性は破綻しちゃうんだよね,ね破綻してまた新しい人と付き合うとまたここから始まるんだよねただし今度はさあの1回目よりは早いんだよここに行き着くまで1回やってるだけにあっという間に行き着くっていうことが起こるんだよねで「もういいまた人帰る」ってやるんだけれどもこれ永遠やるしかないでしょだったらここでここを曲がっちゃうっていうことをすると。 人を変えなくていいし同じ痛みっていうのは味わわなくて済むんだよねだから相互依存に進みましょうっていうのが大事なんだよねでねこのデッドゾーンから勇気を持って、えー、誰かを信頼するっていうのは、まあ、もう本当に勇気がいるのね今まで見せなかった弱みを見せるわけなんだよね例えば超自立っていうと、まあ、まあ今日恋愛講座だけど、まあ、ちょっと分かりやすいイメージ像でいくと。 そうだなちょっとこわ表のワンマン社長男性でも女性でもいいんだけれどもワンマン社長っていうのがまあまあ超自立って感じするじゃない部下にこういろんな指示を出して泣き言も言わずこうするぞああするぞって言っているこういう人って超自立なんだよね例えばこの社長さんがね誰かに甘える誰かに委ねるってなるとすごい抵抗感があるの分かる 1> 僕一人寂しいから誰か僕と一緒に社長室にいてって死んでも言いたくないでしょ死んでも言いたくないから自立しまくるんだよねで俺は一人だ私は一人だって孤独を味わっていくでしょでそれで耐えれるかっていうとまあまず耐えれないんだよ人間死んだような感じになってくるからでそうするとそういう超自立した社長さんでもまあ超自立の女性であってもどこかで息抜きしたくなるどこかで甘えたくなる ただそれを無条件で甘えられないのでそういう自立した社長さんっていうのはお金を払って、えー、夜のクラブ活動で甘える。<laughs> これが女性だったらお金を払って例えば美容院に行くとかネイルサロンに行くとかマッサージ行くとかそういうところに行ってもう全権委ねるっていうことをするわけ美容師さんに委ねるでしょ髪の毛切る時もネイルサロンに行ってもそうでしょあれ委ねに行ってるんですねただ委ねるのにお金を払う必要があるんですよ払っちゃいけないって言ってるんじゃないよお金を払った時のみ委ねられるっていうのがこのここの人の特徴 私がカウンセリングを受け始めた頃っていうのも、まあ、デッドソンの最後のところなんだけれども。 私は絶対普段泣かない人だったの、ね、どんなこう感動的な冷たい人間なんだけどどんな感動的なドラマを見ようがドキュメンタリーを見ようが一滴の涙も交ぼさないやつだったのねテレビ番組でもうっそくさーとか思ってるようなやつだったんだけれども、まあ、全然泣くとか弱音を吐くということを全面的に禁止して、まあ、知らず知らずのうちにいっぱいいっぱいになるわけでしょデッドゾーンになってしんどくなってカウンセリングに来ました。えー、カウンセリング っていうのは料金をお支払いしますで料金をし払いした時にあとで気が付いたんだけど私はこの料金をお支払いした時のみ泣けたんです許可が出るの自分の中でお金を払って私は泣きに来てたもったいない話だよね本当はお金払わなくても泣いてもいいんだよね人前で弱みっていうのをさらしてもいいんだけれどもそれをものすごい抑圧した結果私の場合はお金を払うっていう行為が必要だった。 そそれはその夜のコラボ活動に出かける社長さんたちも一緒なんだよね。お金を払うっていうことだったりとか、まあ、あとはねものすごい苦労するとかものすごい自分に負荷をかける誰かの面倒をものすっごい見た時のみ誰かに自分の要望を1個だけ伝えるとかそういうことしかできなくなっちゃう。 みんな,ないお金を払ったらこれで大丈夫何か許可が出るっていう事実を極めちゃうと何かをしないと甘えられない委ねられないっていうことが起こるのねでこれは苦しいっていうのは分かりますよね本当は全部ででいいんです。ただ、えー、お金を払うっていうところで出してる分にはまだいいんですまだいいんですよ ね、お金を払うところにも行けないってなると例えばじゃあその超自立を極めた社長さんとかね、えー、超自立を極めた女性がですねまあ彼に一点集中とかその社長さんが奥さんに一点集中とかさに甘えっていうのを出したとしたらどうなるか一点集中ものすごい依存になるって分かります超自立の人の裏側にはものすごい依存心があるのね。 要はお金を出した時ぐらい甘えさせろよっていうぐらいの依存心があるわけなんだよね。でそれを奥さんだったりとか、まあ、旦那さん彼だったりとか自分のパートナー一点集中に出したとしたら大惨事が起こるってわかる でそうすると相手にとっては一、まあ、人で抱えてきたこの自立にいる人が一人で抱えてきたあんなこともこんなことも全部一人でやってきた苦労してきた本当は甘えたかったけど助けてほしかったけどっていう,こう荷物がいっぱい背負ってるんだよねこれを一点集中でお家に帰って奥さんにドッサーって渡す感じデートで会った彼にドッサーって渡すっていう感じでこれを相手はどう感じるかっていうと重い 思いやめてくれっていうことになるのが分かりますよねでそういう体験をするとあ甘えたからダメなんだってなるのでも今この話をしたら分かるでしょ甘えたからダメじゃないでしょ重すぎるんですそれっていう話でしょ一点集中すぎるんですそれっていう話なんか自立を極めた人が信頼していくってまずたった一人の人に 信頼して何かを預けていく委ねていくっていうのは大事なんだけれどもそれがたった一人だったとしたら一点集中になって関係性がうまくいかなくなるのでいろんな人に依存心を出せるように甘えられるようにしていくっていうことがすごく大事。 もう一パターンさっき言ってたみたいに依存まあ自己価値が低くって依存で甘えられない人っていうのも実は重いって言われるのねただその人たちの場合っていうのは一点集中っていうんじゃなくって全面的にと思って何もかも甘えるので重いっていう感じ一時期にどさってくるんじゃなくってつどつど荷物をはい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 って渡していく自分では何も持たない そうすると毎回俺とか毎回私みたいなたまには自分で持ちなさいよっていうふうに言われるでこのパターンもあるんだよね、まあ、だからどっちがいい依存がいいとか自立がいいとかそういう話ではないのでだから一点集中になりますよってだから気をつけてくださいねっていうことね分散してよ分散で、えー、自立のデッドゾーンでもう死にそうで甘えられないっていう人がチャレンジすることっていうのは 死んでも嫌なことをチャレンジする。だらそれは人によって違うんですよ甘えるっていうことにしても例えば泣くっていう姿を誰かに見せるっていうことが死んでも嫌っていう人もいれば力がねなんかこの重いものを持ってもらえないことだけが嫌っていう人もいるし人によって全然違うんで私はどれを本当に言えないんだろうっていうのを探してもらうといいかなと思うの。 でまあ、甘えた方がいいです誰かに委ねるようにしましょうお願い事をするようにしましょう信頼してみましょうっていうお話をするとこの自立を極めた人たちは、えー、皆さん同じような行動から入るんですね非常に事務的なお願い事をされます、えー、そこの荷物を運んでくださいとかまあ家庭でいうとゴミ出してきてくださいまあ業務的なんですよで何,何かっていうとねこれ感情が入ってないんです。 これをそうしてくださいとかそれをこっちに持ってきてくださいってそれは相手の動きを指示しているだけでしょそこに感情っていうのは一切入ってこないそういうお願い事はできるんですよこの荷物持ってくださいそのファイル取ってくださいとかそれはできるのね早く帰ってきてくださいとか それはできるで私甘えられましたって言うんだけど違うって <laughs> それは甘えたんじゃなくって、まあ、ある意味希望を伝えただけでありまあ指示をしたようなもんなんですよねあなたの動きを指示したっていう感じ相手の動きをねでそうじゃなくって、えー、まあでも自立を極めた人はこれを言うだけでも必死なんですよだってできるから。 そのファイルだって自分で取られるしゴミだって自分で捨てに行けるしねな何だって自分でやっちゃうのが自立の人なのでそれを言うだけでも必死ででも頑張って言いましたっていうところが、まあ、まずスタートになると思うんですで次にそれができたらそこに感情を足していくんですよ感情をプラスして例えばそのファイル取ってでもいいんだけれどもそのファイルを取ってもらえると私嬉しいとかさ私助かるとか。 ゴミ捨ててきてじゃなくって、えー、このゴミを捨ててきてくれると私嬉しいなとか私はすごく助かるなとかそこに感情っていうものをプラスしていくこれをしていけるとだいぶ OK って感じただここで会社でもし言うとしたら「えー、部長僕はここがわからないので教えてください」っていうことなんですよわからない っていうこれ弱みをさらすんですよねでも自立を極めた人は「教えて」みたいな感じちょっと上からで偉そうなんですで別に「あなたに頼まなくてもいいんですけどね」っていう態度になるんですよ「うん、ね、まあ教えて」みたいなこういう態度で言うから向こうから拒否されるんだけれどもその時にほらね当てにしたって駄目じゃんって思うんだけど違いますってちゃんと感情面どうしてもらえると助かるかっていうことをちゃんと表現して相手に伝えないから拒否されるんだよっていうことね 僕は分からないから教えてくださいご指導くださいとか私は分からないから助けてくださいそういうふうにこう感情をつけてお願いをするっていうことをしていてほしいでまあ、中にはこの感情をくっつけるっていうのが死ぬほど嫌っていう人はいっぱいいますよ寂しいから一緒にいてって言える言えない <laughs> でこれが言えないと例えば「寂しいから一緒にいて」っていうのが言え,言えないとどうなるかっていうと「いるべきでしょ?」みたいな感じ <laughs> あなたは彼なんだから私のそばにいるべきでしょそういう言い方になっちゃうんだよねでこれを言われるとまあもし自分がそれを言われたと思うよ「君は彼女なんだから僕のそばにいるべきだ」って言われたら思わず反抗したくならない誰がいるかって、ね「帰るわ」って思うでしょ人間命令されるとパンって弾きたくなるんだよね でも寂しいから一緒にいてほしいのとか僕は寂しいから君にそばにいてほしいんだって言われたらあらまあそうなのって答えたくなるでしょこういう言い方をしていってほしいのねだから感情を伝えられないとすごく冷たくって命令系になっちゃうだから言われるんですよ「君は一人でやっていけるよね」とか「君は強いよね」とか その態度、まあ、言動っていうのを見て強い人って見られちゃうんだけれどもねだから感情をくっつけるっていう技は覚えておいてください。ただそれは死ぬほど恥ずっていうお話をしたけれども私もだって要はチャレンジしたわけなんだけれども要は金を払わずに泣くっていう行為に及ばなくてはいけないわけです私の場合は。カウンンセリングに行く ととかかワークショップに行くとかこれ全部お金が発生してるってねそれにより私は泣くことができていますっていう状態でなるほどっていろいろ勉強していた結果そうかそうか私はお金を払わず無料で泣けなければいけないんだなーっていう結論に至ったんだよねまず1つ目のトライ何をしたかって言ったらまずその1人で感動する映画だったりとかそういうものを見たんだよね家でね dvd でねでね最初はこうなけけいわけで私に何の感情もなかったわけじゃないの泣いてはならないっていう禁止があったので,でまあ、お金を払うにしても何にしても泣くっていうことができるようになってきているので感情は感じやすくなってきてるから1、えー、人で見ている分には多少は多少は泣けるようになってくるんだよねあそうかそうかってそこは自分で許可ができてくるんだよねでそれは大丈夫な で、誰かと一緒にそういう状況になったら泣けないってわかる、うん、それが子供たちだったりとか友達だったりとかすると面白かった。自分で面白かった。もう感動してる。感情を感じれるようになってるから感動してるんだけど自分で面白いのね、今止めてるよねっていうのが分かるの。泣く前って。で、その時の感情って何だろうって言ったらもう超恥ずかしいの。で、この辺で想像してんの。えー って泣く,、えー、泣く人だったなって言われる恐れわ <laughs> かる <laughs> なんて今まで絶対泣く前でてやってきたわけだから、まあ、子供と一緒に例えばね感動するものを見てて子供の前で何か絶対弱ねはかなかったから絶対言われるんだよね「他泣くの」って絶対言われる「うわバカにされるうう」っていうこのこの恐怖 でそれで必死で止めようとするんでバカにされるバカにされるって笑われるって恥ずかしいってそこですごい葛藤するんだけれどもうやめようっていうこれ何回もやるんだよ何回も何回もやった結果泣けたんだよねそうするとねよかったでしょそうするとびっくりはされるのえっく人だったんだっていう顔,は見られ顔では見られるんだけれどもバカにはされない。 バカにはされないのでも反応としてはえっってなるし笑う人もいると思うの。でもそれはあまりにも今までとギャップがあるからな。で笑った人を見たりとか驚いた人を見てこっちが。 そのここととがすごく悪いことだって思っていると攻撃されて笑われてるとか攻撃されてびっくりされてるって捉えるんだけれども自分自身に泣くこととかそういうものを許可できていたとしたら同じ反応されてもっていう感じ恥ずかしいだけなの笑われたとしても今まで見せてませんでしたからねてへっていう感じでこの恥恥ずかしいっていうこの嫌な感情がこの辺にいっぱい出てくる。 それを超えるとやっと今まで見せられなかったものっていうのが見せられるようになんか彼に甘えるっていうこと一つにしても今までこう自立でバリバリやってきた人がですね彼に甘えるなんていうのは悶絶するっていうのは分かるでしょもう超恥ずかしいんだよね超今まで偉そうに言ってきてるはずなんですよ自分のやり方を極めるのが自立だから彼にすんごい偉そうに言ってきてるはずなのに言うんですよ彼に。 帰っっっっちゃいいいいやて、てて、て、そばにいて欲しいって寂し寂もうそれはそれは恥ずかしいだからみんな嫌そんなことするぐらいなら舌を噛んで死にますっていうのね舌噛んで死ぬより言った方がいいと思わない <laughs> このデッドゾーンを曲がる時っていうのはもう本当に勇気がいるよっていうのは超恥ずかしいだ、えー、から死んでもやりたくないことをやりましょうってでこの死んでもやりたくないことっていうとこの自立を極めた人は修行系を思い浮かべるんですよ も,うものすごい辛いことをしなければいけないんだって思うんだけどそうじゃなくて恥ずかしいこと自立を極めるぐらいの人なんだからありとあらゆることはやってきてるところが、えー、恥ずかしいことだけは絶対やってきてないで皆さんにとって恥ずかしいことは何だろう 私は泣くっっていうことがまずあったんだよね人前で泣くだから卒業式だってもう全然泣かなかったし今思ったら泣いとけよかったって思うけど全然泣かない人だったんだよねだから自分の結婚式も泣かなかったし旦那さんが泣いてたけどね私は泣かない人だったし今思えばなんてこう損したんだろうって思うんだよね感動する気持ちはその当時ってもろには感じてないだって抑えてるから泣かないために。 なんか全然感動も何もない結婚式を私はやっているのねはいはいもうやりゃいいんでしょやりゃみたいな本当は着たくないんだけどドレスぐらい着てあげるわよみたいなそういうこういうモードでやってるから全然楽しくなかったんだよね今思ったら損したなーって思うのでそういう時に本当に気持ちっていうのを上手に表現できたとしたらあのドレスが着たいとかねこういう式場で結婚式をしたいとか いいろんんな思思は伝えれたと思うんですよねでもこれを言うのができないからなんかバーって勝手に流れていくみんなが勝手に段取ったように結婚式をするってつまんねえでしか方ねえからやっ,たやってやってんだよぐらいのモードだったからまあなんてつまらない人生っていう感じ私にとってその結婚式も実は恥ずかしかったんだよだって私がドレス着るんだよ だってもうもっと20年前すごい若かったけれどほぼ30年近く前だけどすごい若かったけどそれでも恥ずかしかったんだよだって超自立を極めてきて男に勝つことばっかり考えてきた人がウェディングドレスを着るんだよまるで自分がウェディングドレスを着るところを考えてどんな気分ありえへんでしょありえへんでもうそれをみんなが拍手で迎えてくれるのねそこに出ていくってどんな気分もう超恥ずかしいでしょ その感覚で超恥ずかしかかったから恥ずかしすぎるからこんなものは嬉しくないですこんなものは来たかったわけじゃないですで仕方ないからやってるんですって全部抑える。 だからいやいや結婚式をするっていうことをしたんだけどね本当はねもっと楽しみたかったしだからこういうところに来てまあいろ,いろ感情も感じられるようになって人に甘える甘えるところが全権パーンって丸投げしたりとか平気でできるようになったからすごい楽だしそうすると娘が結婚しますよってウェディングドレスを試着しに行きますよってあのこれ結構有名な話なんだけど私はあのお金を出す人間特権で私にも試着させろって言って試着したからね「お母様それは?」って言われたけどいいんじゃないですか <laughs> って試着したからね。ね、そんんななことありえないんだけど、ね、みんなまあ、普通頼む人がいないんだと思うんだけど娘はいろいろ着るじゃないあれやこれやってどれにしようあれにしようって私楽しんできてないなっていう心残りがすごいあったからそれを見ながらいろいろ考えて大人として筋が通る言い訳はないだろうかと思って私が料金払いますっていうのを言って来たんだよね。 楽しかったよやっぱそういう状態になって着るっていうのはやっぱりなんか楽しいし女性ってそういうのを着るの大好きでしょでもそういうのを着る自分っていうのも弱みのような気がしてダメだ まあいろんな理由がありました私も依存時代に傷ついたわけだけど、まあ、どんなのがあったかっていうとねままあまあうち私は兄と弟がいるんだけれど、まあ、弟は結構年齢が離れてるのであんまり影響はないのかもしれないけど兄と二つ違いねで田舎の長男がうちの父なのねで田舎の長男の長男なんだよねでそうすると待遇がですねえ兄の方がいいわけ。 なんですよねでそうするとまあ、2つ違いだしなんか兄の方が待遇がいいっていうのはこう察知するでまあ、2歳違いといえどもまあ、向こうは男どこですからまあやんちゃですよね力も強いで私はいっつも負ける負けるんだけどまあ、親が言うのはいろんな言い方があるけれども「もうお前も女の子なんだから」って「お兄ちゃんにかかっていかないの」みたいなことを言われる。 私が悪いいののか殴られててににっていう発想になるでそうするとなんか女は弱いんだなーってこの時代にいっぱい傷つくわけよね「おとなしくしなさいよ」って「お兄ちゃんは走り回ったりこたつの上で踊っても怒られないのに私はこたつの上に乗ると女の子なんだから」って怒られる「あだダメなん」ってここでいっぱい傷つくんですよ。 で女の子だから怒られるって女の子であるっていうことに、ね、私はすごく傷ついてきたんだなと思うのねだからこそウェディングドレスを着るとか泣く女の子の方が泣くの得意でしょ男の人はなかなか泣けないけれども泣くとか可愛いものを身につけるとか可愛い言葉を発するとか可愛い仕草をするとかっていうことに死ぬほど抵抗感が生まれたっていうのはわかるかな それをしようとするとあの頃否定されたりした傷っていうのがうずくからでそれを解消していく方法の一つがあの時は誤解だったんだよ別にお兄ちゃんが男だから大事にされていたわけじゃないんだよあなたが女の子だから否定されたわけじゃないんだよ親は親でおとなしくしてほしかったんだよとかっていうのを理解していくっていう方法はもちろんあります。でも 一一個一個やっっっててられかよよいうのがあったんだよねでそうすると何をするかってあの時の傷だと感じていることを今するわけよ女の子として傷ついたわけだから女の子のことをするわけよ荷物持てない泣く可愛い,いお洋服を着るってでそれが全部私は恥ずかしかっただからお洋服にしてもあのそのウェディングドレスのはもうもっともっと後だけどね まずみんなで何をチャレンジしたか、まあ、自立系女子っていうのはうちにはすごく多いのでみんなで何をチャレンジしたかっていうと可愛い,いお洋服を持っているお友達っていうのが、まあ、メンタル来るといろんなお友達ができるのでね可愛、えー、いいお洋服を持ってるお友達っていうのがいるんだけれども、まあ、その彼女が着ているお洋服ってのは我々は絶対着ないし買わないし、えー、触れもしないっていうものなんだよね。機能性重視でででで生きてきてるかからねででもみんなで何ととしようっていうっいことで その彼女の家にみんなで行って、えー、試着をさせていただくところからスタートただその彼女のお家で友達ばっかりなのにもかかわらずみんなその姿は見られたくないのかるそれぞれ別部屋で着替えて出てこないっていう <laughs> でそれをそれぞれ引っ張り出すっていう恥ずかしめの系をやったりとか。 えー、じゃあ次はって言って、まあ、お店にはすごい迷惑かもしれないけど、えー、みんなでショッピングに繰り出すんだけれども、まあ、そういうピラピラ可愛いお洋服って買っても多分着ないんだよねでもそれになれる恥ずかしいっていうその感覚になれることが大事だからお店には迷惑だけれども試着するのでその時には必ずその超自立系じゃないそのピラピラ系を連れていくんだよ女の子のお洋服大好き系を連れていくでその子に委ねるこれを着なさい 出ないと自分で選選ぶと同じのしか選ばないんだよでありえないっていうのを持ってくるのねいやでもこれ似合うよって「ゆだねるですね」っていう感じだよねとりあえず買わないんだよ買わないんだけど試着するでお店で試着するとですね、えー、あのフィッティングルームから出ないっていうのはいかがなものかとねねお店の人も待ち構えてるでしょお客さんはまだですかみたいな。 出なないいいいわけにはいかないという状態になるんだよ、ね、で出るでまあ友達は大丈夫だよねで、ね、お店の人がもうベタモベしてくれるんだよねまあ営業トークでしょと思いながらなんだけどそういう恥ずかしめをいっぱい受けて慣れていくっていうことをしましただから何か皆さんにとって恥ずかしいことっていうのをチャレンジする。 自分一人でその女の子の可愛いものにチャレンジしようと思ったって絶対選ばないからね絶対選ばないからあなたにお願いしますって誰かに全権を委ねる必要があるでそれは自分とは正反対の人だから自分が今まで禁、えー、自分に禁止してきたことをいっぱいやってる人なんだよねだからまあいわゆるシャドウだったりするわけよその人に全権を委ねるっていうことをするわけよねもうそうすると 簡単だよだって死ぬほど嫌なことを3倍4倍ぐらいにしてやるわけだからすぐ曲がれるよすぐ平気になれるからただ勇気がいるだけねまあこっちをこうコツコツ片付けていくっていう方法もあればそういう方法もあるよっていうことで前半をちょっと終わろうかなじゃあ10分ほど休憩取るので8時10分まで休憩にしますねお疲れさまです。